大会のオラトリオ、ポケモン XD 闇の風ダークルギア実況プレイ。皆さんこんにちは、ラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回は、冒頭に怒涛のリライブラッシュを行い、シャドウのラボに戻ってまいりました。で、少し探索をしたところで終わったという感じですね。パーティーは相変わらずこんな感じです。では進んでいきましょう。レポート、あれ、レポート書いたっけ。よっ、あ、書いたね。あ、ごめんなさい、ちょっとでもレポート書かしといて、今のうちに。はい、ちょっと不安なので。はい、OK、 よし。おお、出た出た。ねえクレイン所長、いつになったらリライブの研究成果を教えてくれるの。私の作った XD001 でいいのかな、がパワーアップできるのよ。それっていい話でしょ。冗談じゃない。誰が君たちのためなんかに協力などするものか。なんで、マジ本気、なんでこんな素敵な話を断るの。わけわかんない。何度言われても同じだ。僕はダークポケモン計画に協力するつもりは一切ない。ポケモンたちの心を無理やり閉ざすなんて許せない。今すぐやめるんだ。もう XD001 への協力がどんなにマーベラスなことか分かろうとしないんだから。ナプスは、ラブリナのアデハン、お前の招待の仕方が悪いからクレイン所長のご機嫌斜めじゃないの。なアホな、こいつはそもそもダークポケモン計画に反対しとるがな。うるさいわね、計画は完璧よ。 XD001 がちょっぴりコンディションが悪いだけ。ちょっぴりだけで船を途中で落っことすかいな。それでこの大騒ぎやし。ナップス、こうなったのは全てお前のせいなのよ。だからお前が何とかするのよ。いいわね。ラブリナちゃんっていくつなんだろうね。だいぶ幼く見えるけど意外と年いってるのかな。ナップス君だったっけ。君大変だな、あんな人の部下なんて。やかましいねん、もともとはお前のせいやないか。さあ XD001 完成に協力せえや。まずはじっくり話し合おう。ダークポケモンを作ることが過ちだってことを教えてあげよう。とりあえず無事そうでよかったですね。これなんだ。あ、特に何にもない。お、ここをシャドウのラボと知ってやってきたのかな。まあいい、ここに我らがいるのを知られた以上おとなしく返すわけにはいかないぜ。お、あゆやさんだって。男性ですね。ちょっと呼びにくい名前ですが、ラルトス欲しい。めっちゃ声でかくなった。ラルトスどうかな。あ、いや違うのか。まあまあまあしょうがない。じゃあ噛みつく魂打ちです。ラルトス欲しかった、できれば女の子が。サーナイトがね美しいからさ。いやタツベイもいいな、ドラゴンタイプ欲しい。いや違うのか。なんだ、スニックブームか。ててドラゴンタイプはさ育てるの大変だけど、やっぱビジュアルが良かったりこう強くなるからいいよね。レベルが上がって技はなし。お、ノアルも20に上がりましたね。技はなし。ロンメル、そろそろノアル変えるか。あれ、ロン
メルダークポケモンなんだ。そっか、勝手にドンメルさ、ダークポケモンでもう砂地したと思ったけど、いなかったわ、そういえば。戦闘員が確かさ、あの6人のね、音ボケが、ドンメルのパーティーに入れてたと思うんだけど、それで勘違いしたな。どうしようかな。パッチ、パッチちょっと行ってくれる？違う違う違う、サンタは体当たりしてノワールをパッチにしてちょっと歌ってほしいんだよね。パッチの美声を響かせてほしいわけです。ちなみにどれくらいの確率で当たるか、命中55って書いてあって、体感的にさ当たるのか当たんないのかみたいなとこあるじゃん。いやーダークアタックやめて。早めに眠らせたいところ。歌う。もう一発いけるね。いやーパッチの方が遅いのか。もう一回回復いった方がいいね。お、入った。いいぞ。サンタで体当たりしてパッチ、もう一回投げちゃうか。潜ってたら入るんじゃない？知らんけど。半分ぐらいだけど、眠りの状態ならいけると信じて1回2回3回ゲット。よしよしよし。いやいいね、眠りは強い。やっぱりで、とりあえず王子を先頭にして王子パッチでいく。いやでもな、パッチはどっちか攻撃っていうよりかは補助の方が強い気がするんだよね。まあいいか、一回ちょっと回復行ってきます。さてさて、お待たせしました。回復行ってまいりましたので、このまま進んでいきましょう。そろそろ上から戦闘員が降ってこない。全然わからんな、降ってくるポイントが。あーこっちは行けちゃう。上に宝箱があるな。あ、ありがたい、回復ポイントがこんな近くに。ああ、おっとと、その宝箱を取るのは俺に勝ってからにしな。こう油断させてくる時もあるのね。カンタ、ケイシーとワリリー、なんかさ、なんとなくダークポケモンっぽいなっていうポケモンが覚えてるからなのかな、わかる気がする。皆さんはどうなんでしょうね。なんかワンリキーとかケイシーとかは通信コード、こう進行感でさ、最終進化になるから、なんかこうスナッチの対象じゃない気がする。ピンバスもそうだね。色カラス欲しいんだけどね。絶対このシリーズじゃ進化させられないし。ケタグリどっち？王子？いやー、まあまあまあ、でもそんなにか。ちょっとレベルが追いついてきたな。意外とね、難易度が高いですよね、ポケモンコロシアムシリーズって。前作もそうだったけど、余裕勝ちみたいなのがあんまりなかった気がする。幕の下は違うんだね。前作は幕の下ダークポケモンでしたけど、本作は違うらしい。いいよいいよ。幕の下の体
めっちゃ気持ちよさそうです。めっちゃ弾力あるプニプニ感が、なんか餅巾着っぽいよね、膜の。あー、噛む。膜の下って差し上げますから許して。餅巾着好きなんだよな。じゃあ遠慮なく PPA ドアもらっていく、いくぞ。せっかくなんで回復していこう。ここにあるからね。はい、ありがとう。したらまず上に見えてた宝箱から取りに行くか。お？おや、可愛い敵がやってきたぞ。ルキーグ、名前が呼びにくい方が結構多いんだよな。雪嵐とドジョッチ。ドジョッチって地面タイプもう入ってるよね。あ、でもいけるか。カービンチョップ一発でいけたら嬉しい。あ、メタルクローにすればよかった。間違えたな。ひるまないで王子。王子。まあ仕方ない、そういう時もあるさ。これでメタルクロをやれるってことで良かったってことにして。オッケー。ドジョッチのビジュアルもなんかツルツルしてそうで触り心地良さそう。いやー、旧初回あれかな、物理攻撃かな。高値だからちょっと物理じゃない。タイプ相性じゃない、タイプ1、あれタイプ不一致の問題か。わからん、ポケモンバトル詳しくないから私。可愛くないガキだ。頂戴いたす。いい傷薬。この上の人きっと戦うよな。うむ、ここは子供が見学しに来るところじゃないぞ。マチン、なんでさ、こんなシャドウだからかな、このサングラスみたいなかけてる。研究員だったら普通の瓶底メガネみたいなさ、あのチョビにがかけてるような瓶底メガネとか、普通の透明丸メガネでいけそうなものなのに。いけそうというかいいものなのに。どうしようかな。紙粒で恩返し。引きずつ倒すか。このレベル差なら残るかなと思ったんだよな。嗅ぎ分けるバネも…あ、ちょっと待って、今日めっちゃ甘噛みするな。バネ分も頭にいいアメちゃん抱えてますね。あれはピーチ味かな。言うて私普段アメちゃん食べないんですけどね、全然。相性的にはいい感じ。ヒトデマンってあんな色合いしてたっけ。もうちょっと明るい色合いしてたと思ったけど。恩返し。王子もレベル19。あ、なんだって。嘘泣き。嘘泣きってなんだって。なんかをガクッと下げるみたいな。欲望はいらんな。あれ、ちょっと待って。よ
舌で舐めるもんなんか、まあいいや、はい、諦めます。動かえし、あてい、順調順調、バトルをしに来るところでもないぞ。そんな甘っちょろい覚悟で来てんじゃないんですよ、こっちは。こんな子供の侵入を許すなんて、シャドウのセキュリティは大丈夫なのか。いやそれは心中お察しするよって感じだけどね。あの音ボケ6人組がセキュリティとして果たして役に立つかどうかっていう。ちょ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 、ちょっとポケモンの順番入れ替えようかな。ジロベイ、サイケ光線が強いからな。岩石封じもそこそこ強いし、いやでも特防じゃない、特攻そんな高くないのか。あ、王子なんか持ってる、預かる。毒消しパッチにしよう、パッチ、はい、オッケー。いつも左だから右。あら坊や、道に迷ったのかしら。ティブさん、メイティとチチリ、これまた微妙な組み合わせだな。電撃、あ、そうか、電撃波あるから、でも一発で多分落とせないんだよね。まあいいか。かわいい、パッチの動きはほんとかわいいな。あー惜しい、まあ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 いいでしょう、いい具合のダメージ。お、土にも残るか。休憩、どっちどっちどっち、お、これ減るんじゃない。オッケー、あったんだね、知らなかったよ私。ナイトヘッドどっち。じゃあ痛い、地味に痛い。オッケー、順調。燃える子らしい、でかいね、ホエル子。しかしなんかさ、大きいポケモンだと耐久高そうに見えるの、なんでだろうね。やっぱ単純になんか攻撃があんまり通らなそうだからかな。攻撃力下げられるの痛いな。あ、まあまあまあ、でもいい感じ。めっちゃ惜しい。まあこれならあとは舌で舐めるでもいいでしょ。痛え、パッチあー大変だ、パッチが集中攻撃されている。いい感じの経験値くれるな。傷薬で回復しようかな。やったわね。もうちょっと進んでいきたいからな、サクッと。傷薬もう一丁使っちゃえ。はい、OK、よし。結局ね、残っちゃって使わないのももったいないから。 PP エイド、意外と PP 回復系アイテムあるんだな。こっち行ける？お、行ける。なんか研究員がいっぱいいる。
おい聞いたか、本部ではプロトタイプ XD001 の最終調整が遅れているらしい。プロトタイプか。クレインからリライブ研究のすべてをうまく聞き出すことができれば一気に解決するんだろうかな。そうなんだよな。でもあいつはなかなか頑固で口が固いらしいぞ。ラブリナ様も相当カリカリ来てるみたいだからな。何？ラボに子供が？今とっ捕まえてやるからそこを動くなよ。 NC なんかアルファベットみたいな名前だな。これ連戦か？もしや。わっ、シルットとそうなのだ。かわいい。手段少なそうじゃん。なんかカウンターとミラーポート道連れとかしかしてこないイメージがあって勝手に。ソーナンスの技完成がそういう感じだから、イメージ強いエスパータイプの攻撃技を覚えないのかわかんないけど、パーティーに入れたことないから。サニーゴ、ほらカウンターやっぱりね。メタルコップでいいか。そうか、普通だよね。うわっ、意外と入らない。手で倒せるでしょうか。今無理か。出そうなのはどっちやってくる。カウンター、神秘の目。あー、なるほど。どっちが素早いんだ。お、レベル上がった。いいぞ。恩返し。いや、半分ちょいか。これでカウンター食らったら痛いな。ミラーコート、ナイス。電撃派。ヘドロ攻撃ってさ、エスパータイプに普通に効くっけ。パッチの方が素早いっぽい。途中でいろんなことを考えてるとさ、あれこれどうだったっけっていう思う場面がいっぱい出てくるんだよね。喋りながらゲームやるってほんと難しい。子供に負けた。我々は忙しいんだ。今日は勘弁してやるからおとなしくお家に帰るんだな。バトルは得意じゃないが、そんなことも言ってられないぜ。やっぱ連戦か。オーディ、オーディさんの名前かっこいいじゃん。毒テイルとキャモメ、キャモメから行く。やっぱレベルが上がってきてるっぽいね。きつい。キャモメの方がレベルが高いから。ダメージは4倍になる。いったー、強っ。素早いな、こっち側。いや、急所当たりすぎじゃない。頑張れパッチ。一撃必殺。うわー、いいね。いいよ。王子もレベル上がり。くぬぎ玉か。メガール交代しようかな。恩返し。バチコー。あー、残るか。電撃波やって、王子ちょっと変わるか。ノワールに。ありがとう王子、しばらく休んでて。
カルパッチ、そのムチムチボディで相手を倒すのだ。先ほどだけど、タイプに弱い子結構出してくるね。いや、ありがたいけど。じゃあパッチにもうちょい粘ってもらって、ノワールはネギ玉撃破で火炎放射覚えてほしいな。ノワール、あ、急所いいね、最高。67ない経験値があれ、そんなもんだったっけ。へえ、ちょっと次パッチ交代しようか。どこかな、玉次郎行こうかな。次はでもな、電気タイプに弱い子結構多いからサンタでもいいかな。勝負に勝った。やっぱバトルは苦手だ。まあ戦闘員じゃないもんね。見なかったことにしてやるから早く出ていきな負け惜しみがすごいぞ。サンタと玉次郎行こっか。よし、お、アイテムめっけ。スーパーボール1個だけか。回復ちょっと行ってくるね。すぐそこだし、もうそろそろ幹部が出てきてもおかしくないのでは。いや、そんなことないかな。でもさ、まだ最初の方のイベントだし、そんなにダンジョンも複雑じゃないと思うんだよね。わかんない、勝手な思い込みだけど。さて、行くぞ。OK だね。もうちょっと続く感じかな。どこへ行く気だ、うろちょろするんじゃない。ヒルガが勝負を仕掛けてきた。もうさ、分かりやすくここからボス戦ですみたいなやつが分かれば嬉しいんだけど、どうかな。この直前で今回終わりたいお、ダークポケモンどっちだ。あ、キバニアか。なんとなくそんな気はしてた。じゃあ電気速できないねそうだな。じゃあノワール、いやー難しい。ノワール行こう。で、ちょっとコイルから倒してもらって、玉次郎にキバニアを攻撃してもらおう。多分一発じゃ倒れないはず、今までの戦いからして。急所に当てなければ。いや、フラグ立てたくない。いけ、よしよしよし、いい具合に減らしたんじゃない。はい、当たり、大丈夫。これで火の粉やって、水鉄砲でもうちょい減らせばいい。そしたらね、確実でしょう。一発でいけるか。おー、しいねー、順調順調。コダック、コダック結構下半身が丸いいやー、玉次郎を耐えてくれ。
いやびっくりした。あの文字が出るとさ、急所に当たったかなって思っちゃってびっくりする。モンスターボール投げて玉次郎がサンタにチェンジで。まあでもこれぐらい減ってたらいけるんじゃない。しながら戦うっていうのが難しいんだよね、このポケモンコロシアムシリーズは。ただ敵を倒すだけならいいんだけどさ、もう威力が弱まった。じゃあ騙し討ちでいきましょう。一発でいけるか。サンタ OK。急所、いいね。うちのノワールは強い。ふう、なんとか順調に来ております。どうぞうろちょろしてください。憎めないな、こういうところがあるから。んーと、じゃあ何もなし。待ってね、玉次郎先生をちょっと一回変えるか。ノワールにしとこう。うわー、びっくり。坊や、何してるのかな。よそのお家に来ていたずらしちゃダメよ。まっすぐ行ったらそろそろ来るかな。突然ヤゴール、プリンとシリーズ。時間的にもいい感じだから、ちょっと左の部屋を探索したら今回終わりにしようかなと思います。電気ショップで騙し討ちでいこう。あー惜しい、残るか。おお、いいねいいね。この2匹だと行動が早いから、スピードかが早いから戦闘がスムーズでいいね。ノコッチ、ノコッチもしかして、あ、じゃないか。ノコッチあんな背中こう波打つ感じなの。電気ショックでいいな。騙し討ち、騙し討ち。ダメか。ちょっとノーマルタイプはやっぱり耐久が高いね。電気ショック騙し討ち。頑張れ。怒りのボルテージが上がっていく。怒りってさ、連続で使うといいんだっけ、それとも攻撃上がっていくからボルテージが上がってくんだっけ。忘れちゃった。あんまり使ったことない技とか覚えてないもんだね。人んちで暴れるなんてしつけがなってないわ。いや、そちらさんがね、先に私たちのお家で暴れてった後なんですよ。なんで仕返ししに来ました。何でも直し。OK。それじゃあ、ちょっと時間が長くなってきてるので、今回はここまでにしたいと思います。次回こそはクレイン所長を助け出せるかなと思います。とりあえずこのラボは、終わりにしたいと思います。探索を。はい。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。